思ったより攻め込まれてんの。バカ兄貴、何しに来た？ハヤト。やってやるよ。金ならもいでやるよ。おとさん、こんな状態でも親父かよ。もういねえんだよ、東京。金
姉貴。僕のせいだ。ごめん。バカ。今、助けるから。ずいぶん様子が違うじゃねえか、眼帯野郎。とっくに死んだと思ってたぜ。君はトウカちゃんのたった一人の弟だ。だからぬるいって言ってんだよ、安定家の人間は。遠距離からの物量勝負だ。近距離戦だとやや力不足だから、必然的に距離を取った戦い方になる。グダグダ五択並べて笑えるよてめえ。俺は接近の方が得意なんだよ。君の秘密教えてあげようか。はあ、何言ってやがる。君が青霧で何をしようとしているのか。てめえに分かるわけねえだろ。守るためなんでしょ、君の大切なものを。君は強い。さっきだって殺そうと思えば殺せたはずだ。アヤト君が青霧に入ってまで成し遂げたいこと何かな。殺す。どうだよ半端野郎、これでいい加減。結構しぶといみたいなんだ。同じやられるなら精神的なものの方がずっと答え。思い出して胸クソ悪すぎなんだよ。黙れ。